色落ちしたデニムシャツの話、色落ちしたデニムシャツの話、えー、ここまでの経緯をお話しすると、ですね私あの、子供の頃からデニムシャツを着たことがなくて、親もあの買い与えてないし、自分で、まあ、服買うようになってからもデニムシャツ、インディゴブルーのね、いわゆるデニムシャツね、えー、あれをね、買ったことがなかったんですよ。もちろんデニムのジージャンも買ってません。 トップスでね、デニム系のものを買ったことなくて、ジーパンはね、あのデニムのジーパン何本持ってましたイ,インディコブルーの青いね、ジーパンは何本も持ってましたけど、えー、大人になるまでね、この年になるまで、上のジャケットとかデニムシャツをね、買ったことがなくて。だから、子供の頃に赤ちゃんの服でね、親にデニム系の上のトップスを着せられてとかあると思うんだけど、それは記憶にないし、 私、市場を物心ついてからデニムのね、上のシャツとかジャケットをね、着たことがないと。ということで買いに行ったわけね。中古のあの、えー、古着屋とか回って、で、まあ安く買ってきたわけ。で、なかなかね、あのデニムのジャケットはね、なかなか手が出なくてあの、いつ着るんだってなるからね。で、デニムのシャツだったらいいだろうと思って。 コートの内側とか着れますから、インナーで着れるからで。で、デニムシャツ買ったんですよ。2本ぐらいね。2個ぐらい、2, 2着ぐらい買って。で、1着はね、あの、買った時からそもそも色落ちがめちゃくちゃ進んでて、もう真っ白なわけよ。ほぼ真っ白。水色みたいな。で、これはね、あの、私が想定してるデニムシャツではないと思って。だけど着てましたよ。頑張ってね。でもう1着は私が想定してるデニムシャツで。 えー、インドグブルーの一番青い状態だから中古品とはいえねほとんど着てないって人が着てないっていうのはそういったものだと思うんだけどもう青々しいいわゆるねジデニムの一番新品の状態の色のデニムシャツ、えー、デニムシャツだから結構ごわっとしててね夏は着れないんだけど秋冬で、えー、秋冬と春でね、えー、着るように買ってきたのね それで、うん、着てたんですね。で、今、2シーズン目ぐらいですけど、あの、ちなみに、ワンシーズンでね、そのお、水色みたいなね、デニムのめちゃめちゃ色落ちしてるやつは、ワンシーズンでもダメになっちゃいましたね。ボタンが取れたりとか、あと、着づらいっていうのは、ね、判明して。うん、それから、あの、サイズがね、ぶっかぶかなんですよ。私の体型でぶっかぶかが、もう、ほんと一番大きいサイズで。 だから、長すぎ着れないか、しょうがないか、これ、あの、予備に回してますけど、着ないっていう予備に回してますけど、えっと、今一着ね、デリムシャツがあって、これはね、いいもので、それで、私の想像したデリムの色で、で、下に、まあ、チノパンとか合わせて履けばね、いいから。秋春とか冬とかに、えー、着てた、よく着てたんですけど、通シーズン目で色落ちがね、してきたんですね。洗濯して干すとね、 もうデニムが薄く、デニムの陰ブルーが薄くなってるんですよね。まあ、ほぼ水色とまでは言いませんけど、ちょっとずつ落ちてきてると。だいぶ落ちてると。で、肩のところがね、あの、よく擦れるところはね、白っぽくなってきてるわけね。ああ、と思って。まずいと思って。このままだと相当色落ちしちゃうなと思うんだけど、もうこの色落ちはね、不可逆的だから、元に戻らないから。洗濯しなかったら治るとか、そういう問題じゃないからね。もうこれ以上は、 青くならなららいから私ね、あの、これ、デニムシャツ買ってきた当初、青すぎてね、めちゃめちゃ青、くこう藍色というか、なんか濃すぎて、ちょっと嫌だなと思ったのね。嫌だなって何かって言ったら、新品っぽくて嫌だな、みたいな古着屋で,で買ってきたんだけど、なんか新品でねあの着て、着てるみたいで、なんかちょっと恥ずかしいな、みたいな感じで。恥ずかしくないんだけど、なんかね、ちょっと嫌なんですよね。 嫌だなと思って来たんだけど、移動ちしてみると、これはこれでね、新品のような濃い青の方が良かったなっていうね、ちょっと思い始めてね、あの後悔してですね、洗濯しすぎたと思ってで、私ね、これね、1回来たら1回洗濯するとか、そういうことやってませんよ、そうですね、3回か4回、5、6回来たら洗濯する。うん 汚れてなければ、10回だって切ると。冬場とかね、ちょっと羽織るだけで、全くそのお、洗濯する必要ない時は、えー、10回着ても要に洗濯しない時ありますから。だけど、汗かいたりね、汚れたりした場合は、まあ、2、3回でも当然、えー、2、3回着ただけでも洗濯回しますからね。だから、洗濯頻度は高いんですよ。このデニムシャツ。よく着るからね。でお気に入りになってるから、 何かと言えばこのデニムシャツだからね。で、よく洗濯してたなと思って。もしかしてこんなに洗濯しちゃいけないのかなとかね。デニムシャツ、デニム生地はね。移動しちゃうから。え、参ったなと思うんだけど、でもこのあれは変えられないですよね。なんでかっていうとね、あの、自転車でよくね、私ね、遠乗りをするんですね。1日時12時間以上とか。で、東京の方行って、このデニムシャツ着て行って、で、帰ってくるわけ。 で冬もね、えーのー、すごい寒い時期でなければ、このデニムシャツの上にレザーコートとか、羽織っていきますから、インナーで着れますからね。から着てる頻度は高いし、あと長距離行く場合、あの寒くなるかもしれないんで、春秋でもねで。このデニムシャツは基本的に着ていくわけ。暑ければ前を開けるっていうね。そういう風にしてます。だすごい着てるので、 一回ね、東京12時間以上行って帰ってくるともう汗だくの時もあるから。夏じゃなくてもね。あと、排気ガスとかね、ホコリとかで服も汚れるから、なんか、車の排気ガスの匂いとかするからね。だから洗濯しちゃうんですよね、すぐね。だから、2、3回しか汚てないのに、あの、12時間以上乗った後にもうこれ洗濯しようと思って、洗濯しちゃうから。 結構洗濯頻度高いのでね、色落ちもね、結構するんですよねで。この色落ちしてったらまたね、全身水色みたいな、白水色みたいになっちゃうなと思って。えー、嫌だなと思うんだけど、まあ、宿命ですよね。しょうがないですよね。洗って色落ちするってのはしょうがないですよね。うん、でね、えー、もう1年デニムシャツね、着ましたけど、着まくりましたけど、あのー、デニムシャツはね、 やっぱり作りがしっかりしてて、いいものはね、いいものは作りがしっかりしてて、あの、ボタンが取りづらいとか、生地がね、あの、傷つきにくいとか、いい点ばかりなんですね。うん。で、デニム素材だから別にどこを着ていってもね、何にも思われないし、溶け込めるからね。えー、まあ都市部であろうが、ああ、まあ地方郊外であろうが、デニムは場所を選ばないからね。 いいなと思って。うん。だからね、またね、デニムシャツ買いに行こうかなと思ってですね。で、まあ、古着屋で買ってもいいし、新品で買ってもいいし、どっちでもいいですね。どっちでもいいと思います。はい。えー、お気に入りのものがあれば、どっちでも私はいいと思いますね。それでね、気をつけなきゃいけないのは、デニム生地っぽいものがあるんですね。 あの見た目はねデニムシャツと変わらないんですよだけどちょっと薄くて薄くてね化学繊維を混ぜて作ってあるようなあのデニムシャツみたいなシャツもあるわけねで本物のデニムで作るとあの化学繊維とか混ぜないで作ると結構分厚くなるんですよねどうしてもねだから、えー、薄くねペラペラで作りたい時は化学繊維とか混ぜてあれ化学繊維に デニムの色で染料して作っちゃうっていう方法もあると思うね。だからね、そういうね、あの、核繊維混ぜちゃうと、やっぱ耐久力がね、落ちるんですね。薄いのもあるし。はい。で、すぐね、こう破れてきたりとか、すぐなんかボタンが取れたりとかね。うん。すぐなんかシワシワになっちゃったりとかしますよね。はい。だからね、あの、物はね、 しっかり見ないといけないと思いいいととけ思ますね特にその中古品で買う時は新品の場合はさすがにこの区分けされててねそういうのとは別扱いでデニムのやつで売ってると思うんだけど値段で見れば分かるからねだけど中古古着屋とかで買う時は混ぜこぜで本当のデニムのやつとあとあの化学繊維が混ざってるようなやつがあるからそれは見極め見極めないといけませんから。 私も大体それを見極めできるようになってきてるんでうんだからそろそろ自分でねあのそういった目利きができるようになってるんでまあ買いに行こうかなと思ってます。